はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。今日はですね、先日ね、ご報告させていただきましたけど、現役復帰というなんか企画をですね、ちょっと立ち上げてですね全力投球を今の現状どれぐらいできるのかっていうのをね、してみたいと思うんで、その辺をですね、皆さんぜひご覧いただけたらなと思います。ということで、あのお手伝いね、していただきます。まあ1年ぶりになるのかな、これメイチュン、よろしくお願いします。スーパーキャッチャー、はい、こんにちは、メイチュンです。よろしくお願いします、はい、お願いします。お久しぶりでございます。ね、どうした髪の毛。いや、なんかちょっとギャルっぽくなってきました。なんかだんだんね、やっぱりそっちに寄っていくんだねいや、でももともともっとギャルだったんですよ。あ、そうなの。それで一回ちょっと高橋さんと会った時に、うん、ちょっと落ち着いてまた戻ってきたって。なるほどね、はい、なんかちょっとね、感じも痩せた感じがするんだよな。なんかまたあの美しくなっちゃった。あ、本当ですか、うん、こんなんでまた取れる痩せて俺の球また取れるようになってる。ちゃんと大丈夫。いや、全然余裕です。マジで、マジで。前回勝ちましたからね。そうだな、そうだね。しかも自分今回新しくミート作ったんです。なんかさ、これ阪神みたいな感じになってない？大丈夫これ。そうなんですよ、ちょっとでも阪神。ほら、ちょっと背中後ろ見て。俺も阪神っぽいですよ。これは完全に趣味です。趣味ね。あ、そういうことね。ということで、ちょっと今日改めて、まあ、久典さんも、まあ、現役復帰ということで、まあ、ノルツのマッチに向けて全力ピッチをメイチュンさんにいただければと思うんですけど。ということですね、今日も本当に全力で、あの今のね、現状どれぐらい投げるか分かんないけど、とりあえず全力であの頑張ってみたいと思うので、はい、メイチュンよろしくお願いします。よろしくお願いします。現役と同じような感じのルーティンで、ピッチングしていこうかなと思います。はい、ちょっと多めに投げないと、こうなんか肩甲骨が開いてこないっていうのかな。うん、だからちょっと多めに投げたいと思います。はい、いくよ、めいちゃん。はい、やっぱうまいね。現役の時はブルペンはどのキャッチャーの方投げるんですか？ありました。ブルペンキャッチャーだいたい決まってましたね。僕が投げる時はだいたいゲーム前とかこの人入れてとかいうのは、うん、まだね、プロのやっぱブルペンキャッチャーって上手くて、その中でもリュウさんっていう人がいたんですよ。リュウファンジンっていう、まあその人のね、あのキャッチングがめちゃくちゃ良くて、なんか気持ちよくなっちゃうんですよだからそれで、あの何回も何助けてもらった。自分が調子悪いのにその音とかキャッチングで助けてもらったっていうのはあるかもしれない。あ、でもやっぱ気持ちよくはなると思うので、うん、音は結構意識してますね。いや、うまいよ、なるよね、やっぱ音が。あ、でもやっぱ、でもいい皮使ってるので。そういうことね肩甲骨が動き出したんで、いいかも。もう全然違う良くなってきたよ。すげえ、回転数がやばやばやば。これだったらまだまだいけるな。メイチの球も良くなってきたよちょっと今気入りました。よいしょ、よし。大丈夫そうですか？いや、大丈夫ですね。 いけそう。久典さん、あのいよいよアップ終わったということで、現状の全力ピッチちょっと見せてもらえるかと思うんですけど、まっすぐ、カーブ、スライダー、チェンジアップ、これをね、中心に投げようかなと思います。じゃあ、メイチュン座って。はい、オッケー。近いね。とりあえず、真ん中から行こうか。はいね。はい、低く。オッケー。ウェイソルウェイソルウェイソル、ね、めっちゃ痛かったから、なんで すぐすんなり行くのうまいよ、やっぱメイチュン。数字持ってっからな、メイチュン。ケイソルケイソルケイソル。今ね、何割ぐらい？いや、今のでどうだろうな。今の現状で7割ぐらいはいってるかな。よし、ケイソル。うまい。上手くなりましたか？うまい。シルエットがこっから下見ると本当普通のキャッチャーなんですよ。ただ顔見ると、いや、メイチュンじゃんと思いますいや、本当普通のブルペンキャッチャーと変わんないよ、これ。メイチュン、カーブ。はい、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。あれ、こんなんでしたっけ？こんなんだね、うん、なんか急ブレーキかかってる。そう、カーソルみたいでしょ。これ釣られる。
わ、これ釣られる。うわ、よし、スライダー、はい、こういう、こっちね、うん、あー、これだよ、これこれこれ、あー、これだよ、これこれこれ、これだよ、これこれこれ、前回これやられたんですよ、自分、親指ね、親指これでやられたんですよ。違いますよ、もう全然。よしよしよし、これで打ち取れそうだ。あー、やばい。ちなみにスライダー投げてるのどういう意識？スライダーはね、この前ちょっとダルビッシュにもいろいろ聞いたんだけど、僕はね、ここでこの辺でパーンと切るようにイメージ持ってですね、ダルビッシュはここからこういうイメージでなんか回すようなイメージで回転させていくっていうから、ちょっとそれもね、意識してるんですよね。ダルビッシュのスライダーってガンって出て、ここでブレーキ聞きながらキュッて曲がっていくんですよね。横滑りしていくっていうのがスライダーにいいスライダーだと思うんで、そういうスライダーをちょっと投げたいなと思うので、ダルビッシュに近づけてね、こういうイメージでいこうかなと思います。あ、じゃない、あ、じゃない、ストップ。キャッチングが上手くなってんじゃねえか、それで。何ですか。あー、ごめんごめん、あー、ごめん、ごめん、あー、ごめん、ごめん、ナイスキャッチ。マジで上手くなってる、あの止め方とか、それ。あ、ですか、うん、ありがとうございます。サノリさんのピッチングキャリア、メイシュさんの成長物語です。いや、もうそっちもあるかもしれない。よし、チェンジアップ、こっちね、はい、はい、あー、あー、あー、ダメだこれ。こう来ると思った。そうでしょ。すごいですね。こっちは。でもちょっとフォークっぽい気がする。そう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 、 こう、うん、こっちにこう落ちていくやつね。はい、すごい。チェンジアップ、ダメだこれ、あかんわ。あ、引っかかった。とある番組で山本マスさんに、あのチェンジアップの、まあ俺らスクリューですよね、の投げ方のこう談義をねしたんですけど、ちょっとマスさんのと、あの面白い投げ方をしてたので、それもちょっとね、入れようかなと。ここで肘をポンって抜くらしいんですよ。あ、山本マスターは抜くイメージ。こう、いや、こういうね、ここで肘をぐっと上げていく、そんなイメージで投げるらしいんですよね。俺、どっちかというとここからこうやってこのまま抜いていくようなイメージだったんですけど、こうやって抜くとやっぱりスピードも上がっていくっていうんで、それをちょっとね、あの試したいなと思います。今から山本マスターさん式で、うん、そう、マサスクリューで。よし、メジ行くぞ。はい、こっちね、こっち、はい、そうです。こういう、うわ、ちょっと早めのチェンジアップらしいんですよね。うわ、伸びてる感じ。そうそうそう、こういうめちゃくちゃね、なんか感じが出るというか。おお、そうですね。でもどちらかというとストレートっぽいかもしれない。そうだね、早めのチェンジアップをこう投げてたっていうんで、ここでポンと抜くって言うんですよね。これ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 、球が毎回毎回違くて、あ、本当、こっちに回転してるのとこっちに回転してる時があって。あ、マジで。そう、だからなんか右ピッチャーの回転と左ピッチャーの回転みたいな。あ、そういうことね。はい、よし、こっちのストレート、はい、こっちが、はい、ベースこっちよって、そこ、はい、ゲンソル、オッケー。右バッターにアウトコースだけど、やっぱりあそこは生命線。生命線ですね。カーブ。はい。そっちのスライダー。はい。あー、流れた。いい感じから、うんうん、来たということで、ちょっと実際ドリームマッチでいろんなバッター対戦する可能性あるので、仮想誰だって一回。OK です。まあ波あたりで言ってみますか、とりあえずね。ちょっと仮想波ですね。うん。いや、マジモードですね。これはドリームマッチの本当にね、対戦するかもしれないんで、打たれるわけにはいかないんで。オッケー、命中。はい、俺が配球するわ、じゃあ。はい。こっちのまっすぐ。はい。ラミね。はい。イエーイ、それ。イエーイ、それ。
オッケー。次スライダー。はい。こっちのスライダー。はい。そう。ダメ。いやでも今のラミレス多分苦手なコースですよね。そうだね、振ったっていうことで。はい。ゼロ2杯。こっちのまっすぐ、はい、ボール球。はい。オッケー、うん、オッケー。今のところ配球完璧よ、メイチ。はい。ここでチェンジアップでしょ。そうです。外に、はい。ファール、ファール、打たれました今。今打たれましたよ。ファール、ファール。引っ張り気味のファール。ファール。危ねえっていうやつ。オーケー、もう一回チェンジアップ。はい。よし。ツーツー、ツーツー、ツーツー。よし、まっすぐそこで。よっしゃ、よっしゃ、完璧や。ミノさん来ましたね。来た。いやでもちょっと最後の球はちょっと甘かったんじゃないですか。嘘、マジ。ダメですよあれは。マジ勘弁して、もうちょ今の今の勘弁して。どうでした久しぶりに、なんかブルペンみたいなのね入るとやっぱなんかこう気持ちが上がってきますよね。好きなんだなと思う自分が。いろんなとこコースに投げ分けたりとか変化球投げてめちゃくちゃ楽しかったですね今日、うん、はい皆さんということでですね、仮想ラミレスをやりましたけどどう、メイチュンどうだった。いやなんかやっぱでも球が違うっていうのもありますけど、うん、高橋さんめちゃめちゃ球蹴り良くなりました。そうなんかいいキュッてきてます。マジでやっぱりそうでしょ。はい、まあ、実際に8月にその対戦があると思うんですけど、久根さんのこの状態、まあ、どんどん上がっていくと思うんですけど、実際に三振取れると思いますね。いや全然いけるんじゃないですか。でもだって今この状態ですよ、言ってしまえばキャンプのまだね練習中なんで、うん、まだまだですよね。全然もう現役復帰いけるじゃないですか。もう言うことコーチだね。ありがとうございます、うん、私のチャンネルでは、久野さんとのコラボ動画が上がってますので、ぜひそちらの方もご覧ください。ぜひねチャンネル登録とコメント、いいねをお願いします。はい、ということで本日はこれまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやこれすごい、ほらこれだもん。